よし、今回もフォールガイズやっていきましょう。ペンギンチェイスですね。前回やってなかった気がします。あ、ステージ可愛らしい感じだね。なんかこじんまりしてて、でこれがシーズン3の目玉のペンギンちゃんかな。真ん中にいるね。え、掴めばいいのかな。オッケーオッケー。あれ吹っ飛んでった。でペンギンがかわいそうだよ。あ、なるほどね。掴んだやつを掴んで、弾き飛ばすと。これ、ちょっとペンギンが、吹っ飛んでっちゃう。よしよしよし。こっちにおいで、こっちにおいで。よしよし、俺のもんだ。誘拐誘拐。あ、え、ね、全身打撲だよ、こんなのペンギンちゃんが。ね、ちょっとこれあれだよ、ダメだよ、こんな。誰かに預けて。俺に預けろ、ペンギンを。ちょっとかわいそう、かわいそう。待って待って。いや、これ虐待だって、ペンギンの。もう全身あざだらけになっちゃう。あ、ちょ。なるほどね。こうやって、味方のサポートもすると。いけいけ。つかめつかめ。よしよし、いいぞ。ここで食い止める。食い止める。よしよしよし。そのまま連れ去ってくれ。頼む。あ、これ持ってる秒数ってことね。結構僅差だね。青が今んとこしたか。よし、とりあえずこうやってね、妨害をして。あ、あそこにいる。あ、結構密集してるな。こっちをね、安全に。おー、いいね、いいね。誰も来てない。護衛しよう、護衛。よし、ペンギンをね、大事に抱えるんだ。よし、いいぞ、いいぞ。よし、この缶を妨害。オッケー、オッケー、いいぞ。いい判断、いい判断。大事に保護しよう、俺らは。ペンギンかわいそうだよ。これ終わる頃にはもう、ねえ、うっ血しまくってんじゃない？あ、ここにいる、ペンギンが。保護。いいね。お、ポイント100じゃん。いい感じ。さあ、このまま、時間切れまで。よしよしよし。ペンギンはあざだらけと。さあ、ロールオフですね。前回、なんかギリギリで勝った気がします。やっていきましょう。9人ね。どうしようか。あ、やめて。あのチャンプ、危険だな。ちょっと警戒してよ。これね、あ、ちょっとね、シーズン3になってっから、あのカメラの感度をね、変えられるようになったみたいだから、さよなら。感度をね、変えられるようになったみたいだからね、ちょっと上げるとこれやりやすいんじゃないかな。でね、これ、端っこにいると、端っこっていうか外側にいるとなんか、スピードが速くなった時に、隣に移れないから内側でね、行ったり来たりするのがね、強いんじゃないかなって思います。そう、ここに、たどり着く前に何回か、やられてますからね。さあ、3人落ちたね、これで。スピードが速くなってからが本番だからね。よいしょ。そう、スピード速くなってくると、このね、飛び越えるのも間に合わないから気をつけた方がいいね。ちょっと集中しよう。あ、速くなってきた。お、結構落ちてる。あと2人。さっきのチャンプ残ってるな。あ、早い。あ、いいね、いいね。この長いとこはね、マジで、精神的余裕が、あっぶね。余裕が生まれる。休憩。ふぅ。お、やるね、チャンプ。そこ飛び越えたか。この壁がちょっと厄介。え、もう限界なんだけど。頼む、落ちて。頼む、落ちてくれ。目が回る。あ、結構もうないね。あっぶね。さあ、気を取り直してやっていきましょう。さあ、インコースを攻めてと。この一番最初のとこ、もみくちゃ半端ない。BGM がね、結構いい感じだね。シーズン3は結構、あれだね。なんかスピード感があるね。序盤のところが。だからこのウィンタースポーツモードやってると、決勝に進むまでがね、早い気がする。
まあ、チーム戦で負けちゃうっていうのもあるけど、まあ、それは仕方ないとして。さあ、ここ。よいしょと。ここ、こけそうになるんだよね。2個目のところ、パンチングのところでこけそうになるから、まあ、一回体勢を立て直すといい感じな、じゃないでしょうかと。ぴょいんと。あ、ちょっと、チキった。オッケー、やっていくぜ。これ、端っこ行って、一番奥の真ん中の5点狙うのがいいのか、それともこのね、真ん中をくるくるくるっと行った方がいいのか。これね、行くとね、1周目で8点ぐらいゲットできるんですよね。さあ、くぐる。あんまりジャンプダイバーしない方がいい。あ、ちょっと、慎重にと。で、このまますんなり、向こうまで行ければ、2周できると。さあ、ブルブル登山やっていきましょう。この最初のパンチはね、手前の方が先に飛び出してくるからね。いやでもここみんなね、上手くなるの早すぎ、本当に。だからね、一回ミスると結構致命傷だよね。早いな、みんな。ちょっと待って。飛んでいく。ふわふわふわっと。OK。ここがね、ジャンプダイブしなくてもいけるけどね。さあ、ここは一個一個待っていきましょう。で、左の跳ねるところでジャンプダイブでも飛び越えられるんだけど、ミスった時のリスクがね、ここは2個一気にいける。で、ここは青いところに入ったら、下がね、飛び越えられるんですよね。あ、ちょっと。ちょっと転ばないで。ここね、ちょっと楽しい。無事にゴールと。さあ、またペンギン虐待ですね。これ端っこにもいるんだね。気づかなかった、最初。真ん中と両隅に1体ずついて、合計3匹いるのかな ?3 羽か。あ、誰も来ない。ここで仲良くしてよ、ペンギンと。保護活動中です。誰も来ないな。今ね、ここに大事にしてるから。なんで?な、おか、おい。ちょっと待って。何を考えてるんだ、お前は。そんな自分で持ちたい?あ、これ、ペンギン下くぐるんだ。なるほどね。せっかく大事に保護活動してたのに。よいしょと。これ、降りるとね、なんか落としちゃうんだよね。まあ、しょうがない。追いかけてきてるのは一人だっか。よしよしよし。あ、勝ち合っちゃうな。ターンしたい。やめておこう。あー、こっちに狙われた。待って、私の子。いや、結構点数稼いだんじゃない?これ。さあ、そして大事に抱えていくと。あ、落ちなかったね、今。落ちなかったで、落とさなかったね。もうペンギンかわいそうでしょ、みんな。朝だらけになっちゃうよ。なんかあるよね。自分の子ですって言って両腕を引っ張る、なんか話。で、先に話した方が本当の親です、みたいな。そんな感じ。あ、いいね、いいね、青。青チームいいよ。ダントツじゃないこれ。あ、この赤いペンギン諦めてるぞ。まあ、こんな大差ついたらね、諦めたくなるよね。まあ、しょうがない。さあ、ペンギンの無事を祈りつつ、保護していきましょう。あ、パキパキアイス。割れやすい氷の上から落ちるな。これも初めてやるね。止まるな危険みたいな感じかな。え、何人いる ?9 人ぐらいか。9人だね。さあ、やっていきましょう。お。はい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 。こういう感じね。止まるな危険みたいに、一回じゃ壊れないと。どれぐらいで壊れるんだろう、これ。一回、二回、三回。三タッチ分ぐらい。そうだよ、一回触るとひびが入るから、三タッチすると、
崩れる感じで。何個重なってるこれ。1、2、3つ ?3 つ重なってるのか。なるほどね。そっか、これじゃああれだね。止まるな危険と違って、最後の最後までみんな同じ、ね、階層にいるっていう感じね。いや、ちょっと、全体を見渡すのが結構しんどいな。なんか周り見てるとそのまま落ちちゃいそうな感じもする。おっと危ねえ。で、あれだね、なんか、ちょっと滑るな、これ。これ映るときちょっと、気をつけないと落ちちゃうな。いろんな人がいるね。走ったりする人もいれば、その場で落ち着いてる人もいる。さあ、結構減ってきたね。あ、捕まれた。こっからどうしていくかだよね。これ止まるな危険と違うのはあれだね。誰かが一回通っても、そこ壊れるわけじゃないから。ルートが結構、難しそうな感じであるけど。どっち行こう？こっち、こっち。まだ1段いける。よいしょと。ツルツルにさえ気をつければ、飛び移るのはそんなに難しくなさそう。おし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 。まあよくわかんないけど勝ちました、今回。とりあえず今回はここまでにしておきます。ありがとうございました。じゃあね。